You're listening to Shibuya Cross FM. May the funk be with you.渋谷カルチャーデザインスタジオ、イエーイ。はい、渋谷と全世界の皆さん、こんにちは。今日は3月23日木曜日です。この時間からは渋谷カルチャーデザインスタジオ、略してハッシュタグ渋カルをお送りしていきます。この番組はどんな企業やブランドにもカルチャーがある今、独自のカルチャーを軸にイノベーティブな取り組みで注目を集める経営者やアーティスト、クリエイターなど、毎回ゲストを招き、これまでとこれからをお聞きする50分となります。放送は毎月第2週と第4週の木曜日13時より公開生放送でお送りしております。パーソナリティはタレントや女優としても活躍するハッシュタグ渋カルな三好由紀と、ハッシュタグ渋カルな経営者、アミダス株式会社代表取締役 CEO、 クリエイティブディレクターの岡田芳則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ていうかあれですね、ハッシュタグ渋カルな女子高生の女子高生が消えてる。はい、消えてます。まだ女子高生じゃないですか。そうですね。えけど、あ、卒業式終わっちゃってるんですか。卒業は、まあ、どっちも終わったので消えたんじゃないですか、はい、今もうどっちでもない間の。渋さんも卒業したし、はい、高校も卒業したんで、間の期間ですね。間の期間ですね、はい、だから多分消えてます。レアですね。じゃあね、はい、いいですね、いいですね、はい。そして、日曜日はあれですね。あ、そかそか、もうそうそう、はい、トークですね、はい、今油断しました。いや、日曜日卒業式すごかったですね。はい、ね、本当にありがとうございました。ね、皆さんね、来てくれたんですかね、皆さんね。皆さんありがとうございます。なんかちょっと僕ね、ライブ終わって出ちゃったんですけど、もう三好ちゃんの列がもうディズニーランド状態だったっていう噂を聞いたんですけど、はい、なんかみんな言ってくれてましたね。なんか4時間とか、トータルで特典会は5時間とか、5時間ぐらいで聞きました。ミッキーマウスですね、本当に完全に、うん、ありがとうございます。いや、てかありがたいですね。てか、僕もしかして三好さん見てくれてるかもしれないですけど、去年の渋さんの卒業式と、はい、今年の渋さんの卒業式の写真を見つけて、あ、見ました見ました。あれすごくないですか。もうなんかこのスクロール、隣にスクロールした瞬間に人がブワーって増えて、はい、ね、いや、去年もいい卒業式でしたけど、はい、やっぱり今年ね、うん、三好さんがやっぱもちろんみんなの力と三好さんの力ってあんだけ人を集めて、すごい感動的なフィナーレができたのかなって思いましたね、はい、素晴らしかったです。ありがとうございます。ね、よかった、うん、あ、てかあと1個、はい、ちょっと降っちゃいましたね。え、そうなんですよ。ずっと雨予報続いてたじゃないですか、雨予報で。でも晴れる可能性もあるんじゃないかなってちょっと期待したんですけど、やっぱりこの雨はどうにもならなかったですね。いや、その、だけど大丈夫です。多分これも三好さんの卒業ちょっと悲しい雨かもしれないですね。あ、そうなんですか。まあ、ある意味ポジティブかもしれないです、はい、これで天気も悲しんでくれるっていうことでいいですかね。天気も悲しんでくれて、こっからだっていう、ある意味なんかいい雨かもしれないですね。そうなんですけど、雨の中ありがとうございます。逆に僕らの放送、雨がレアだからいいんじゃないですか。そうですね、なんかちょっと新鮮な感じがありますね。ね、じゃあ、ちょっと今日面白いゲストなんでね、行きますか、はい、うん。で、この番組の感想や質問はハッシュタグ渋カルまでお願いします。ハッシュタグカタカナで渋カルです。コメントなどぜひつぶやいてください。そして今日は番組の最後に重要なお知らせがありますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。ちょっとドキドキしますね。ちょっと、はい、悲しい雨になんなきゃいいですね。はい、ちょっと怖いです。はい、それでは岡田さん、今日のゲストの方はどなたでしょうか。はい、本日のゲスト、ちょっともう本当スペシャルというかもう本当に大丈夫ですかね。僕のもうある意味友人というか親友というか、もう本当に腐れ縁なんですけども、ノーコーヒーっていうブランドもね、カフェもやっている株式会社ノーコーポレーションの代表取締役、はい、佐藤慎介さんです。はい、どんな方なのかとても気になりますが、まずは1曲お聴きいただきまして、ゲストの佐藤さんをお呼びしたいと思います。この番組はリカルチャーカンパニー、アミダス株式会社のサポートでお送りします。それではお聴きください。渋さんプロジェクトで Keep My Notes。
渋さんプロジェクトでキープマイナッツをお送りしました。それでは早速今日のハッシュタグ渋からなゲストをご紹介します。株式会社ノーコーポレーション代表取締役佐藤慎介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは佐藤さんが経営されている株式会社ノーコーポレーションについてお聞かせください。はい、福岡拠点にしてまして、ノーコーヒーというコーヒー屋を、やってます。今上海にもお店があってちょっとこれからまた広げていきたいかなっていう感じです。短いねもっと長い方がいいいや大丈夫本当にちょっと冒頭でも話したんですけど逆にちょっと僕照れくさくてなんかもうね、なんかもうあれなんですけどね、もう本当腐れんですね、ね、なんか今日もすいません僕らがねやったの来てくれてね、ね、ありがとうございます。よくお似合いでありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまあありがとうノーコーヒーさんと、まあ、僕のクリエイティブブランドでコラボして一緒にやってるんですけど、うん、なんか似合ってて嬉しいですね。はい、そんな短くて大丈夫ですか。うん、なんかどういったこと言った方がいいかなんかちょっと僕が言うのもあれなんですけど、みゆちゃん福岡行ったことあります。福岡は行ったことあります。あ、行ったことあります、はい、なんか本当にもともと一緒に東京で働いてたんですよ。ちょっとこの後出てくるかもしれないですけど、そしたら急に福岡でコーヒー屋をやるって言って東京から去ってしまって、今福岡ね在住ですもんね。そうです、移住して8年、そう、そう8年なのね。そう、お店自体が去年の年末で7周年だったんで今8年目なんですけど、そんなんです。佐藤さん多分ね僕のこと意識しすぎてか僕の誕生日にお店オープンしたんですよ。そうなんですか。そうなんですよ意外にそうなんですよって書いてびっくりしたんですけど、うん、違うよって思ったらそうたまたまね。すごいね。じゃあ行っちゃいますか。はい、ね、ではもっともっと株式会社ノーコーポレーションさんと佐藤社長のことが知りたいので早速コーナーに行きたいと思います。渋カルナ佐藤慎介社長カルチャーヒストリー。さてこの番組ではゲストの方が現在のご活躍に至るまでにどんなカルチャーを歩んできたかを深掘りする番組なのですが、幼少期や学生時代はどんなカルチャーを過ごしてきましたか。学生時代、はい、どの辺の学生時代ですか。もう小中高でね、はい、みんな話してくれるのが、あ、うん、小学校とかちょっともう正直覚えてないですけどまあでも中学とか、まあ、小学校のちょっと一個いいですか。小学校覚えてるでしょ。え、覚えてる小学校覚えてないって言ってたよ、ね、はい、ちょっとあんまり記憶に本当にそう記憶あんまりちょっと完全に僕と同い年なんですけど、はい、僕小学校覚えてるんであ、まあ、ざっくりはね覚えてます、ね、はい、もちろん、はい、なんだろう、まあ、なんかサッカーやって、まあ、小学校サッカーやったりとか野球やったりとかして、で最終的にバスケになってそのまま中学バスケやってたんですよ、うん、でちょうどそれこそね最近流行ってるスラムダンクをちょうど僕らはその中学の時にジャンプで読んでて、うん、なんで少年ジャンプ、そう、少年ジャンプで、うん、そう、なんかすごいリアルタイムでやってたんで、うん、もうスラムダンクはっていうか、まあ、バスケはその時は一番ハマってましたからね、うん、カルチャーって言えるのかどうか分かんないけど、うん、出身が、だから出身が横浜だっけ。そう、出身は横浜なんですけど、なんで高校まではずっと横浜にいて、でそこからまあ専門行って僕大学行ってるんで、それはまあ東京千葉の方だったんで、うん、行ってって感じですね、うんうん、なんかよくここに来る経営者みんな言うんですけど、やっぱりスラムダンクって僕らの全てのなんかそれがあれば飯食えるぐらいなんかやっぱりめちゃくちゃみんなハマってるんですよね、うん、スラムダンクよく出てきますよねこのラジオで。そう、なんか基本的に同世代が多いんですよあそのもう本当80年とかぐらいの人たちが多くて、経営者の方々たまたまなんですけど、なんかだからみんな大体っていうかほぼスラムダンクの話題だけはみんな盛り上がる、はい、でしかも映画があったんでね、そうだからバスケやってたりとかで、まあ、一緒にバスケもたまに遊びでしてたりとか、あ、まあ、出会ったのは20代なんですけど、うん、そうそうそう、そんな感じでずっと、あと意外にハマったカルチャーとか何だったの。僕だったら例えばその時ギターにハマってとかあったけど、うん、なんか本当スラムダンクっていうかバスケ一択その当時は。当時はそうだから、高校は、まあ、高校がすごい強くて、うん、バスケのなんか強豪校だったから、もうレギュラーになれないことが分かってたからもうやめてレギュラーになれないことが分かってたのそうそうそう、いやもうみんなその中学の時に有名だった人たちがみんな集まってて、だからもうその優秀な人たちが、うん、でこんなとこでやっててもただ応援してるだけになるからやめようと思って、でも趣味でやるようにして、
そっからなんかいろいろこうファッションが好きになっていって、うん、まあ、最初古着から入ってちょうどそのヴィンテージっていう古いあのデニムとかそういうの流行ったりとかした時期があったんで、そういうの入ったりして、であの、まあ、僕ら世代の裏原っていう裏原ブームがあって。裏原って知ってます？え、聞いたことありますよ。なんだと思います？裏原って原宿のちょっと先の裏のところです、ね、正解だよね、ほとんど、うん、まあ、そうです、うん、なんかあの紫スポーツが分かります？聞いたことは。あ、今ニューバランスと紫スポが並んでるのかな、かな、なんかそこの先って概念だよね、なんかどっちかというと、うん、そう、まあ、あのエリアそう、うん、あたりが、なんか原宿ってなんか修学旅行生たちが行く範囲が竹下、ジョルとかすることあるところらへんじゃない、ね、はい、なんかその先が僕らの世代となぜか裏の原宿、裏原って呼ばれてて、あの信号を渡った先、おっしゃる通り、おっしゃる通りで、なんかその先の方がだからよく思わなかった、なんか修学旅行生たちが竹下通りまで止まってるから本来原宿ってその先なんだけどなってうちら思わなかった、なんかこっちに住んでる僕らとしては。あ、ちょっとわかんない、同じ世界線で生きてなかったね。あ、まあでもそう、そうなのかな、うん、そう、まあでもそんな感じです。そっから結構好きになっていって、まあ、なんか今に通知るものはあるところがあって、そこら辺のカルチャーが、うん、まあ、今はもう別に好きなので、いろいろね年取っていっていろいろ変わってはきてるんですけど、うん、やっぱそこがなんか自分の根底にあるっていうか、そこからまあなんだろう就職してっていう流れも割と そっちのカルチャー寄りな仕事だったんで、うん、なんかあれですかね、コーヒーにハマり出したのは何のきっかけ？あ、コーヒーはそれこそ僕渋谷でバイトしてて、当時学生の時に、最初学生の時に居酒屋でバイトして、居酒屋でバイトしたら自分にすごく合わなくて、そのお酒飲んだお客さんを相手にするのが何だろう合わなかったんですよ、やんわり言うと。でちょっとお酒出さない仕事がいいなと思って探してたら、某有名チェーン店のコーヒー屋が募集出してて、その時あんま知らなかった、まだ日本にも全然まだお店ない時で、今は何百店舗ってあるお店ですけど、あ、さっきあれだ、僕らが食べてたドーナツ屋さんの、はい、ドーナツ屋じゃないではないけど、そうそう、そのお店の渋谷1号店が文化村にあって、まだ渋谷に1店舗しかなくて、あ、そう、そうそうそう、そこだからそこで働き始めて、そしたらすごい好きになって、で4年ぐらいバイトしてて、だ結構それがコーヒー好きになるきっかけになって、うん、ですね、全てはでも僕の中でそこが全て始まってて。え、何歳から出るの？19か。わあ、おしゃれだね、19歳から、はい、え、その第1号店で働いてたの？渋谷のね。え、知らなかった。そうそうそう、日本第1号店ではないんだ、その日本第1号店は銀座だから。へえ、やばい、結構知らないことあるね。まあね、こんな話しないし、ね、しないんで、何でもしてると思ったら、19歳から某某場で、そうそうそう、某場コーヒーさんで、そう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 、そうなんですよ。え、その前からコーヒーは飲んでたんですか？まあコーヒー飲むことは好きだったけど、別にそんなにそこまではなくて、だって19とかでしょ。そうそう、まあ家でね親が飲んでたりしたから、うん、まあその流れで飲んだりとか、まあ当時って別に今ほどなんかそのカフェ行ったりとか、そういうね、みんな若い子が行くみたいなブームはなかったから、そう、だからそれもあって、そう、まあ走りだもんね、やっぱあそこのコーヒー屋さんは。確かに確かに、なんか三好ちゃんとかって今ほらフラペチーノ仮飲もうとかいろいろやっぱりあるじゃないですか、新作出たらすごい大好きで、いつもフラペチーノ三好ちゃんがあげて僕は新作を知るって多いんですけど、あのうちらの時ってもうほぼハンバーガー50円とかそっちに熱狂してたじゃん、なんか。ああそれは、あ、それもまた別の話のね。話そうそう、いやだからなんかカフェに行こうとかってよりは、うん、なんかもう本当に別に大丈夫だけどマック行こうとかそっちだったじゃん、うんうん、だから多分全然文化が違うよね。全然多分違う、うん、だってコーヒーってなんか缶コーヒーとかかっこよくて飲んでるとかそんな感じだったけど、当たり前に今やそばにあるじゃないですか、はい、ありますね、うん、だから多分ノーコーヒーのお客さんもだって高校生とかも全然いるでしょ、三好ちゃんぐらいとかも、うん、まあだ、うん、そうね、そ、うん、ちょっと増えてきてはいるかもしれない、うん、まあ、大学生とかの方が多いのか、やっぱりその、うん、まあ、カフェタイムとか20代、そうね、前半かな、うんうんうん、僕コーヒー飲めないんですけどね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、飲めます。私もあの薄めたやつとか甘くしたものとかだったら飲めるんですけど、まだブラックっていうのはちょっと飲んだことないです。
あ、本当にそのうち飲めますよ。はい、なんかね、あのそう聞きます。私はいや、そのうち飲めないよ。飲めない人もいるけど。だから基本なんかみんな大体飲めるようになってくるよっていう方が多いって聞いて、うん、だから僕逆に言ってノーコーヒーのコーヒー飲んだことないんですよ。行くときにあのレモンジンだけだけ、うんうん、そう飲めないんでね、うん、違うものを。そうそう、まあ、でもうち別にコーヒー以外も置いてるんで、そうそうそう、いろんなメニューがあってそれ楽しんでるんですけどね。なんかだけど、まあそっか、神奈川だったから別に出身地でも 特別な文化があるわけでもないし、うん、ね、だから僕も近かった、僕浦和なんですけど出身が、はい、そんなに変わんないと思うんでカルチャーがね、うん、でもうちらの時って本当ゲームとかやった、なんかゲームはそのファミコンとかってこと？そう、ファミコン、まあ、スーファミとかがうちら多分世話だと思うけど、俺買ってもらえなかったタイプだから。あ、そう。だから家でやったことはなくて、友達ん家でやらせてもらうとか、なんかそういう感じだから、あんまりだからゲームは通ってない。あ、そう、なんかそれもなかなか珍しいね、なんか、うん、もろなんか僕らその全盛期だったから、うん、でジャンプとか読んでたんだ。それでジャンプは読んでた。ドラゴンボールとか、そう、なんかゲームとかやるとなんかね、あ、目悪くなるとか頭悪くなるとか、なんかそんなことを言われてて、でもまあ果たして別に買ってもらわなかったからってすごい頭が良くなかった、良くなったのかって言われると、なんかそうでもないし、多分、ね、関係ない、ただ親の都合で。なるほど。頭は別に良くなかったでしょ、頭別に。俺が、うん、失礼だな。まあ別にそんな普通ですね、うん、いいっすね。なんか三好さん、ちょっと聞きたいこと聞いた方がいいですよ。もう僕昨日の夜も一緒にいたんで、実は。あ、そうですね、はい、私あの好きな食べ物を知りたいんですよ。好きな食べ物、好きな、なんか 料理とかってありますか？ちなみに三好さんの好きな食べ物教えてもらえなかったの？私は、ラーメンとか、あとお母さんの春巻きが好きです。お母さんの春巻き限定です、はい、なんか外の味なんか合わないんですよ。え、何が合わない？外の春巻きだと甘口に合わないんですよ。そうなんね、はい、ちなみに僕うなぎになってるじゃないですか、はい、僕の好きなもの豚汁が好きなんですけど、豚汁は認めてくんなくて、なんでしょう、お前は豚汁じゃねえって言われて、なんかぽくないっていう話に前回のあのラジオでなって、あ、なんかうなぎとか、なんか竹も食ってんじゃねえかみたいなことばっかり言われて、そんなことないじゃん、ね、確かにそういうイメージありますもんね。ないないない、よくない、だけど、はい、俺最近分かった、僕最近すごい分かったことがあるんですよ。ポテトが一番好きなのが気づいたんですよ。おなんその無反応あのポテト、いや、そういうの求めてないですよね、そういうポテトとか。なんか、なんで二人して冷たいの？ポテトうまいじゃないですか、うん、いや、でもその最後に食べれるって言ったらポテト選ばないでしょ。え、どういうこと？最後って死ぬ間際？よくあるやつで最後の晩餐。いや、でもポテトって言ってなくなってるかもしれないね。ポテト食べたかってコテってなるかもしれない。なんでもいいんですけど、いや、僕はいいんですけど、ちょっとあの佐藤さんのね、なんか好きな食べ物もちょっと、はい、でもやっぱ年取ってきて、まあ、前やっぱ肉は好きだったんですけど、やっぱ寿司ですかね。おほらね、寿司でしょ。でもこういうことですよね。はい、そうです、そうです、ね、そしたら別にすんなり受け入れられるのに、そんなポテトとか、なんか豚汁とか言うからちょっとおかしな話になるわけ、はい、ですね。ちょっと待って、ポテトと豚汁っておかしな話になんないでしょ別に。いや、すっごい冷たいんでやめます、これもうみんな、ね、だけどあれ福岡だから、あ、そうそう、今福岡8年前から移住してるんですよ。でだから僕そのおかげで初めて福岡とか行くようになったんですけど、あの本当に魚介類も美味しいし、食べ物が全部本当、ラーメンももちろんだし、何でも美味しいですね。で結構連れてってもらえるんですけど、おすすめのとこ本当に衝撃ですね。なんか出張してて全国回ってるけど、福岡が本当自分の中の東京の、まあ東京住んでるのが好きなんですけど、うん、次ぐらいに好きな街で、なんかあります？食べ物のイメージ、福岡の、うん、あの明太子とかですよね、うん、明太子とか、あと博多ラーメンとかは食べてみたいなって思って、うん、博多ラーメン、まあ豚骨ラーメンなんて食べたことないんですか、うん、なんかガチのやつ、本場の博多で食べたことはないので、うん、なんかそれ僕一回思ったんですよ。なんか福岡行ったらめっちゃ濃いラーメンなのかなと思ったら、そんなでもないよね。なんかまあ物によるんでね、やっぱりいろいろあるし、タイプは、うん、そうそうそう。だけどちょっとぜひ福岡、三好さんも行ってみてください、ノーコーヒーさんもね。はい、行きたい、ぜひぜひぜひ、うん、ね、じゃあ行っちゃいますか、ほな。はい、ではハッシュタグしぶかるの名物企画、今日のゆきりん星占いベスト3をお送りします。イエイ。ちなみに佐藤社長は何座ですか？僕は魚座です。
魚座ですか、はい、魚座ですか、魚座では入ってるといいですね入ってなさそうですね魚座は魚ですよね、うん、ですよね、うんうん、俺この間水亀座が亀じゃないってこと初めて知ってたんですよ、うんうん、それはそうでしょう、ね、あ、知ってた、うんね、私も知らなかったんですよ、それはそれはめっちゃ嬉しそうはい、では雨だから僕入りたいな今日。ちなみに、はい、三好ちゃん何座かちょっと、あ、ちなみに私は乙女座です。おお、乙女座っぽいですね。あ、どうですか、うん、お願いします。はい、ではドキドキするな、ちょっとな、福岡からわざわざ来てくれたから。そうですよね、ねえ、そうですよね、魚座、雨だし魚座っぽいくていいんじゃないですか今日ね、うん、第3位、じゃか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 じゃん、伊手座です。あ、見せないんですね、もう今回。伊手座です。伊手座です。伊手座の方います？伊手座の方いますか？あ、おめでとうございます。あ、いた！おめでとうございます。伊手座のラッキーフードは蕎麦です。だから今日は、蕎麦食べてください。あ、ラッキーアイテムからラッキーフードにアップデートしますね。はい、今日はフードって言われました。あ、そういうことなんですね。天に。あ、天に、はい、分かりました。助かります。何蕎麦でもいいんですか？何蕎麦でもいいんですよ、お蕎麦だったら。蕎麦食べれるんで、ぜひ。帰り道にね、お願いします。はい、ではまず次第2位の発表したいと思います。第2位はじゃが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 じゃん、ヤギ座です。おめでとうございます。ヤギ座、ヤギ座です、ヤギ座です。ヤギ座の方いますか？あ、おめでとう、まあ、いいっすよね、ヤギ座ね。ヤギ座は今日はマグロ丼です、ラッキーフード。あ、僕今日夜お寿司だ。お、じゃあマグロ、マグロ、じゃあ寿司じゃなくて丼にしてくれって言います今日、はい、僕は丼が食べたいんだって言ってちょっと店主にガッツリ言いますよ、はい、うん、丼です。今日マグロ丼食べてねマグロ丼いいっすよね、はい、美味しいしね、うん、じゃあ1位を発表したいと思います。じゃが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 じゃん、お、乙女座です。お、乙女座の方はいますか？今日はいないですか？でも多分きっと見てくれてる方の中には乙女座がいると思うので、おめでとうございます。はい、え、で、フードは何ですか？あ、ラッキーフードはラーメンです。え、偶然ですよ。いや、なんかもうちょっと今日一番しらっとしますよ、みんな。なんかね、いよいよ皆さん、冷たい冷たいよ。いや、なんか一応このラジオも半年やってるんですけど、はい、1位これしか見たことないんですよね。偶然ですよ、本当に。偶然、この第2週、あ、第2週、第4週の木曜日が、はい、これ1位なんですよ、偶然。一応まあそれはもう僕全然大丈夫です、はい、あの本当に毎朝早めに来てなんか書いてるんで、なんかこそ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 書いてるんで、それはいいんですけど、一応せっかく福岡から来てくれたんで、あの佐藤さんのなんか、あ、そうですよね、魚座は、魚座います、逆に。あ、魚座、あ、おめでとうございます。おめでとうじゃないかもしれないですね。え、魚座は今日は7位ですね。まあまあ適当ですよ。違う、7位です、これは。しかも割と微妙ですね。今日は7位。真ん中ぐらいですね。はい、真ん中ぐらい。うん、まあ、それぐらいがいいですよ。ちょうどいいです。ありがとうございます。何食べればいいですか、佐藤さん。その7位を1位にすべく食べるべきものは。ポテトですかね。ポテトですね。はい、ちょっと、ね、食べなそうなんで、はい、ちょっと1位にはなれなそうですね。あ、あら、美味しいのにね。ポテト、え、どういうポテトですか、なんか。あ、それ戻ります。あ、すみません。僕、細いのとか、太めのとか。僕あの、むしろ逆で、あの皮付きポテト好きなんですよ。あ、そっちなんだ、うん、あ、まさかのあれ、美味しくないですか、うん、あれ、ギザギザでしょ、だって、逆に。いや、俺はポテト食べたらやっぱ細いやつがいい。あ、細いやつ、あ、マック系ね、マックポテト。あれ一番美味しいよね、まあ、あれ、はい、皮付きが一番好きなんだけどあの、そうそうそう、うん、なるほど、最高です、うん。いや、助かりますね。ちょっと今日ゆきりんって言ったらちょっと早かったですね、今日なんかね、うん、はい、いいですね、だけどね、早いです、うん。では改めまして、今日のハッシュタグ渋からのゲストは株式会社ノーコーポレーション代表取締役佐藤慎介さんを迎えてお送りしております。では私がハッピーな気持ちになったところで次のコーナーに行きたいと思います。ハッシュタグ渋からな佐藤社長カルチャーヒストリーパート2。佐藤社長が今注目していたりハマっているカルチャーなどはございますか？カルチャーって言えるのかわかんないですけど、まあ、カルチャーなのかな、まあ、断然僕は今ゴルフですね。おー、ゴルフ、はい、セレブですから、うん、佐藤さんは、うんうん、違いますけどね、うん、まあ、仕事も絡んでるんで、はい、ゴルフは、ゴルフのラインもうちでやったりしてるので。あ、そうなんですね。あ、そうそう、あの今ノーゴルフっていう
っていうかそもそもノーコーヒーのさ、そうださっき初めに言うの忘れたんですけど、うん、ノーコーヒーってどう思います？ノーコーヒーを、ノーコーヒーって聞いて、コーヒーがない、ちょっと説明してください。そのそうなんですよ、うん、そうじゃないんですけど、ノーコーヒーノーライフなんですよ。ノーミュージック、うん、ノーライフと一緒で、ノーコーヒータワーレコードです。ああはい、うん、だからそのコーヒーなしじゃ生きていけないっていう意味のノーライフを取ってノーコーヒーにしてる。なるほど。そうだからコーヒーが嫌だとかコーヒーノーって意味じゃなくて、うん、コーヒーがなくちゃむしろね、そっちのポジティブな方のノーそうなんですっていうコンセプトでやられてて、そうそうそう、どうですかね。で、ノーゴルフも多分その流れで、はい、今ゴルフバンド始めてて、多分おそらく趣味とあれが一緒になってるってことでしょう。なんか、うん、そうです。大体僕は全部そういう自分が好きだったりとか、うん、たものをこうそういうワードつけて作ったりとかっていうのが多くて、うん、僕犬飼い始めてからノードッグっていうラインやったりとか、そのドッグって犬のドッグ、うん、そんな別に面白い話じゃないですけどたまにねハマっちゃうんですよ。あ、なるほど。そうそう、なんかそういう感じで、うん、なんかその自分とこうストーリーがある方ものの方が、あのお客さんに対しても説得力があると思ってて、だから自分が、うん、例えば猫とか飼ってないから、猫飼ってないのにノーキャットとかやるのは違うかなと思ってて、だからそういうのをやらなかったりとかはします。なるほど、うん、で今ゴルフにハマってると。そうですね。いつ頃からゴルフされてるんですか？本格的にやり始めたのは福岡に行ってからで、ここ3、4年ぐらいですかね。あ、そうなんですか。はい、福岡に行ってハマったきっかけっていうのは、福岡の周りの人がゴルフをやったとかって。そう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 、なんかフィデスの小林さんが、はい、これ行きましょうよって話で、まあ、東京行った時にちょっとだけやってたから、まあ、ちょっと自分も仕事的に落ち着いてきたタイミングだったし、やりたいなと思ってでやり始めたのがきっかけで、そしたらまあ仕事にもどんどんつながっていって、うん、まあ、結果良かったなっていう、うんうん。ゴルフってなんか基本的にはなんかコンペとかもやってたりするじゃないですか、うん、なんか俺ちょっとよく一個一個分かんないんですけど、コンペっていうのはなんかそのやらないといけない儀式なんですか、そのゴルフハマってる人たちが。なんか僕も誘われて行ったりするんだけど、やらないといけない儀式ではないと思うけど、うん、ただまあ一緒に楽しみたいからやってるだけだと思うけど、あれか運動会やるみたいなもんってことでしょ、あれかって。うーん、どうなんだ、運動、ちょっとわかんないな、運動会とは違う。この間やってたよね、ノーゴルフのコンペみたいな。あ、それはまあお客さん呼んでとかだから、うん、まあ、それで一緒に何うちの洋服着てもらって、そういう絵面を撮りたかったってもあるし、あ、そういうことね。そうそう、うん、何十人、まあ、あの時は多分100人ぐらい集まったから。100人でゴルフみんなでやってんだよ。想像できないです。あ、みんなで一緒に打つとかじゃないよ、ちゃんとグループ分けてだよ。あ、うんうん、そうだ、そう、みんなうちのノーゴルフって書いてるのを着てくれたりしてる人たちが何組もいてっていう、うん、そういうなんかね、なかなかそういうことやらないとそういう場面作れないから、うん、面白いかなと思ってやったんですけど、うん、なんかほとんど来るゲストがやっぱり世代的にね、みんなゴルフとあとサウナ一番多いのかな、はい、今サウナ行ってる。サウナは逆に苦手で。あ、苦手。うん、だから全然、あ、なんか別に潔癖とかではないんですけど、あんまりその人と同じところに座りたくないっていう。あ、でも分かります。分かんの、うん、分かります、分かります、うん、サウナ行ったことあります？入ったことはありますよ。その長くは無理ですけど。はいはいはい、うん、なるほどね。あとキックボクシングもやってるでしょって。あ、そう、最近ちょっと行けてないんだけど、そうだ、キックと、まあ、あとジムには行ってて、そう、なんかやっぱ年取ってくるとね、やっぱ体を動かしていかないと年老いていくだけなんで、まあ、まだ大丈夫だと思う。そんな年老いてないよね。でもね、もう44なんで、ね、なんかもうちょっとしたら50とかになってくるし、うん、今のうちにね、体を動かしておかないと、うん、面白くないですね。で、食べ物とか気をつけてる？さっきの話。まあ、気は一応使うようにはしてるけど、うん、まあ、そんなにストイックにはしてないか、うん。っていうか、ちょっと仕事の先、せっかくなんでノーゴルフなんで脳の話に戻るんですけど、海外展開もしてるんですよ。そうなんです。今上海に1店舗あって、はい、ちょうどコロナ前にオープンしたんですけど、本当はそのタイミングでそこから海外のお店広げていこうと思ってて、うん、なんですけどコロナになっちゃったんで行けなくなっちゃって、でも多分今年中国もう1店舗
一応今やる予定があって、まあ、あとはアジア、まあ、台湾とかその辺も、うん、まあ、うまくいけば年内できるかもしれないなっていう感じで、いろいろとちょっと海外に向けて目をいる感じですね、うんうん。あとプラス、あのせっかくなんでね、カルチャーの話なんであれなんだけど、福岡行ってみて東京と違う点とかってどんな感じなんですか？ずっと一緒に東京いたわけで、だって30代だもんね、福岡に移住決めたのって。そうね、36、7ぐらいか、うんうん。まあ、東京はね、もちろん楽しかったしすごい刺激も多かったんですけど、やっぱり結構なんか自分が疲弊していってたというか疲れちゃっててっていうのもあって、でまあ、その独立するっていうタイミングで、まあ、コーヒー屋やろうと、まあ、今のスタイルを思いついてやろうと思った時に、東京でやるのがなんかちょっと違うかなと思って、で、まあ、うちの奥さんが福岡なんで、福岡よくちょいちょい行ってたんですごく好きだったし、街的にも、で福岡でやろうと思ってやったんですけど、まあ、でも福岡はすごいコンパクトで、まあ、ご飯も美味しいし安いし、でまあ、家賃的なところも東京に比べたら全然安いので、うん、あのまあ、手に入らないものも多分ほぼないし、これもすごく住みやすいです。なんかすごく僕は独立してから、まあ、最初はもちろん大変でしたけど、今すごく人間らしい生活をしている気がします。人間らしい生活いいね。、うん、でもそうだと思うんだよね、実際。やっぱ昨日ちょっと僕、沖縄の先輩と福岡の佐藤さんと3人でご飯食べてて、やっぱ全然リズムが、その生活リズムが違うんだなって実感しましたね。そうだ、岡田さんとかはもう芸能系だから仕事が芸能系ってあれだけど、芸能仕事、芸能もやってますね。やっぱその不規則だし、ではそういう会食多かったりとかね、するけど、まあ、福岡いるとそこまではないので、そんな毎晩会食みたいなことはないし、だから全然その前とその逆転してる感じっていうか、今は本当朝早く起きて夜は早く寝るっていう、だから俺はそれが一番人間らしい生活だと思ってて、それができてる。夜何時に寝てるのかな。何もなければ全然12時前に寝る。あ、だって三好さん何時寝てる。4時半、4時半、でも4時半逆に何してんの4時半まで。みんなそれ今一気にあの、はい、あれですよ、彼の12時より三好ちゃんの4時半の方が多分みんな気になっちゃうと思うよ今、うん。いやなんか寝れなくてゲームしたりとか友達と喋ってると人間らしくない、人間らしい。まあ、若いから寝たらさ、それは全然いいんじゃないですか今。で朝が、え、待って待って、昨日4時半に寝たのね。はい、そうです。で今日朝何時起きたの。9時とか。ああ、ほいほい、うん、ショートスリーパーになったんじゃないかなって思ったんですよ、自分。眠くならないですか。ならないですね、基本的には。で確かに三好ちゃんっていつも目がカッキッと開いてるから眠くなってなさそう。あ、ごめんなさい。いや、目がキラキラしてるんでいつも三好ちゃん。はいはいはい。なるほどね。まあ、そろそろ起きてるもんね。はい、起きてます。あ、でもたまに渋谷さんの時寝てる時なかった、なんかもう、え、あの、どのあ、移動中か、それは寝てるのは。移動中は寝ましたよ。寝るよね。遠征の時とか、うん、は寝たの。4時半までじゃあ携帯でゲームしてってこと。あ、スイッチ。あ、スイッチとかでゲームして、あと携帯でも、はいはいはい、あと友達からもいっぱい連絡来るので。朝の4時半まで。あ、そうです、そうです。おー、やっぱすごいね。みんな起きてるので。すごい。僕が朝4時半に、まあもう出ないけど、朝怒るでしょ、そんな時間連絡来たら。もう怒るというか起きない。まあそうだよね。だからもう勝手に一方通行だよね。いや、俺も通知オフにしてる。ああ、寝るとき。あ、まあそれは僕もそうだな。携帯消す？寝るとき。消さないです。え、音鳴らしたまま？はい。ね、すごい。いや、もうそんな夜中とかにそれでなんか目とか覚めさせられたらもうストレス。え、そうですよ。でも私もよく考えたら、はい、だいたい12時越してからの連絡ってちょっと失礼じゃないですか。全然気にしない。あ、そうなんですか。なんか私、そういう目上の方に連絡するときとかは遅い時間は避けるんですけど、この同年代の友達だともうみんながみんな大丈夫な人なので。まあそうですね、はい、そうですね、うん、もう遠慮なく朝方でも夜中でも。でもみんな起きてるってことだね。そうですね、基本的にみんな起きてます。まあ、だけどもしかしたらそれ徐々にまあ働き出したりとかしたらね、環境変わってくるかあるかもしれないけどね。はい、4時半はウケるな。すごい、絶対起きてられない。え、てか逆に今三好さん何にハマってるんですか。なんか私ですか。はい、今私はあつ森です。
スイッチの。あで、あつ森を一回初期化しちゃって、はい、だから初期化したんですよ、うん、だからまだ全然発展してないんですけど、それを発展させるようにするのが、はい、沼っちゃってなかなか終われないんですよ。だからなんかせっかくのあつ森のアドバイスもらった方がいいんじゃないですか、せっかく来てくれたから。なんかありますか、あつ森のアドバイスですか。はい、そうですね、まあほどほどに時間かけてやったらいいんじゃないですか。、うん、そうですよね、あつ森、はい、うん、やったことある。僕あつ森あるんですよ意外に。 あります。ないですよ。あ、本当ですか。アドバイスしようがないって。なかったんですか。、うん、そうやったことなかったんでね、うんうん、釣りとかいいですよね。え、面白い。虫取ったりね、はい、うん、やってほしいですね。佐藤さんもこれを機にね、はい、ちょっと機会があれば、はい、ね、ぜひ、うん、どうですか、まだまだちょっと好きな食べ物聞いちゃったからね、三好ちゃんね。あ、そうなんですね、うん、なんかもう一個ぐらい質問あります。あ、昨日の夜ご飯何食べましたか。昨日の夜ご飯は焼肉です。一緒だったの。あ、そうっす。だけどやっぱり焼肉、確かに連続はもう無理っすね。焼肉焼肉っていうのは、うん、連日は、うん、焼肉好きでしょ。好きです。毎日食べるでしょ。はい、いくらでも食べます。うんうん、若さ、若さですよ。そうなんですかね。うん、ね、昨日、だけど僕昨日まで覚えてたけど、一昨日の何食べたか覚えてないけどね、基本的にはあんまり。あ、でも分かります。分かる、あ、分かる、覚えてない。私も一昨日何って言われたらパッと出てこないです。うん、で出てきます。確かに、そう言われるとパッとは出てこないかも。うん、っていうか、多分今犬にハマってんですよ。はい、うん、犬ね、うん、あ、そうそう、犬飼ってて、うん、あ、そうなんですか。え、犬種とか、うん、犬種ウエスティっていうウエストハイランドホワイトテリアっていうテリア系なんですよ。大きいですか。うん、小型中型ぐらい、8キロぐらい、8キロぐらい。8キロって結構大きくない。そんな大きい、そんなに大きくないな。なんかすっごい可愛い犬なんですけど、僕まだ会ったことなくて、うん、会わせてもらえないですよね、まだね。 そうですね、うん、でも犬とか全然僕最初好きじゃなくて。犬好きですか。あ、好きです。犬だけは好きなんですよ。犬だけは好きなんですか。他の動物は好きなんですけど。じゃあ、あつ森犬ですか。え、あれ、犬とか選ぶんじゃなくてあつ森。あ、あれ人か。自分は人です。あ、そうですか。ちょっとわかんないですけど。ちょっとやってないことがバレたかもしれないです。今やってないんだ。めっちゃハマってるんですけど。適当、ね、適当ですよね、本当にね、はい、いつも適当なんですよね。びっくりしました、うん、犬が好きなんですね、三好ちゃんは、うん、犬だけは大丈夫です。あ、特に飼ってるとかじゃないですか。はい、とはないんですけど、うん、でもなんか飼いたいなとは思ってます。あ、犬を。でもなかなか、ね、猫はダメなんですか。猫はあんま得意じゃないです。そうなん、得意じゃないんだ。ね、かわいいですよ。じゃあちょっと最後の質問いきますか、うん、はい、では最後の質問です。佐藤社長の夢やこれからやりたい目標などはございますか。夢とかってもう考えたことないですけど、うん、まあ、目標はとしては、うん、近々だと、まあ、さっきもうちね、まあ、商売してるんで、まあ、海外展開はしていきたいっていうのと、あと今そのうちのお店が8年目なんで、もうすぐね2年後3年後10周年なので、それまでに東京に1店舗やろうかなとは思ってます。結構爆弾発言ですよね、うん、はい、東京に1店舗ってね、うん、あれ公式ではまだそんな言ってないでしょ、うちだと話すぐらいで。いいじゃない、じゃあもう俺が水面下で動いてるだけの話だから、ね、ラジオで言っちゃったからみんな知っちゃったっていうね、東京。まあ、でも全然別にそれは知ってね、もらうことは全然いいので、うん、みんな行きましょうね、ノーコイ東京来たらね、ぜひ行きましょうね。まだちょっとまだ先ですけど、ぜひ、ね、その際は。だからあと 2,3 年10周年だと。そうだね、だからその間までには、だそれがいつになるのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、その3年以内にはやりたいかなって。ちょっと僕らも盛大に祝いに行かないとね、はい、ぜひ行かせていただきたい。ぜひぜひ、ぜひ、うん、確かに。そして最後に番組を聞いている皆さんにお知らせやメッセージなどございましたらお願いします。そうですね、ちょっとまだ発表してないんですけど、まあ、ゴルフ好きな人たちにはぜひっていう感じなんですけど、さっき言ったちょノーゴルフっていうラインがあって、それの、まあ、初めて東京でポップアップをやるので4月の8、9ですね、
あの学芸大にあるファイブツリーっていうお店があって、クラフトビールのお店なんですけど、そこでビールのお店なんだ。クラフトビール、じゃあ、ね、気軽に行こうとかって言いづらいね、ビールだとね、うん、まあでも別にソフトドリンクもあるけどね。あ、ソフトドリンク、まあそのポップアップがメインでやるから、はいはいはい、そうそう、なんでまあちょっとまたあのちゃんと告知はするんで、ちょっと気にかけておいてもらったら嬉しいです。4月頭に学大で、うん、ノーボルフの89で、はい、うん、学芸大学、わかります？わかりますよ、うん、ね、はい、わかりますよね、うん、三好さん、じゃあまあ身内というかあれなんであれですけど、なんかお願いした方がいいんじゃないですか、ちゃんと。あのもし何かの機会がありましたら、ぜひお仕事を何かいただけると嬉しいです。あ、お仕事ですね、はい、あ、もし何かありますか、はい、そんな遠慮がちなの。いや、ありがとうございます、はい、その際はぜひ、はい、ぜひお願いします、ね、なんか全然ね、できそうだよね、お仕事ね、うん、三好ちゃんとは、うん、多分すごいターゲットとも合ってると思うし、ノーコーヒーの、うん、ある意味三好ちゃん世代がね、うんうん、なんかすごい広めてもらったりとかね、はい、ぜひぜひやりたいですね、お願いします、お願いします。それでは最後にもう一曲お聴きください。渋さんプロジェクトでハッピータイム。ありがとうございました。ここまで株式会社ノーコーポレーション代表取締役佐藤信介社長にお話を伺いました。ではとっても楽しいお時間でしたが、あっという間でしたね。早いね、今回も。いやだけどあのちょっと犬がね、ファンの方すごい早いですね。それめっちゃめっちゃあの見たことありますね。クロム君、こんな彼が飼ってる犬こんな感じですね。なんか真っ白い犬でね、可愛いですね、うん。というかちょっと今日はね、三好ちゃん、はい、重大なお知らせというかね、皆さんも気になってると思うんですけど、ね、ちょっとこのラジオをもう半年ぐらいですね、始めてね、はい、渋谷クロス FM さんでね、その間に三好ちゃんも渋さん卒業したりとか、はい、とかってかまぐつい最近ですけどね、はい、ちょっといろいろありましたが、ちょっとじゃあぜひ三好ちゃんの口から言った方がいいのかな、一応ね、うん、はい、あ、これですよね、うん、はい、皆さん気になってると思うんですごい、うん、はい、ここで番組と私三好由紀から大切なお知らせがあります。今日で、3月のすぶかるも最終回ですね。ですね、もともと3月までですもんね、はい、うん、でなんと4月以降も番組の継続と私三好由紀のパーソナリティ継続が決定しました。イエイ冷静ですね、意外に、はい、みんなえーってほら用意されてますよ、もう、イエーイ、ね、ありがとうございます、まあ、僕もなんですけどね、僕も
継続性なのか心配だったんですけどね、はい、ちょっと一緒に継続って形でなんかねすごい評判がいいみたいでですね、うん、あのクロス FM さんがぜひっていうことでちょっと本当もともと実は3月まで予定だったんですよ、はい、ラジオが。なんです本当今日来てくださる皆さんとかね聞いてくださる皆さんのおかげですごい、うん、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんで渋さん卒業後に三好ちゃんが必ず見れる場所はね、はい、ここなんでね、ここで、うん、第2第4週の木曜日ここで会えますのでねえ、あの今日来れなかった方とかもぜひ皆さん来てくださいね。だけどそんなにネガティブにお知らせって言ってなかったから悪いことだと思ってなかったかもしれないですけどね、はい、けど結構皆さんお知らせって何って言ってる方結構いました、はいはいはい、ね、ちょっと先々週ぐらいに全部決まってね嬉しいですね、はい、ちょっとまたこの後もありがとうございます。いろんなゲストが来てくれると思うんですけども、はい、ちょっとまだ時間があるからちょっとせっかくなんで卒業式のなんか感想というか、はい、うん、三好ちゃんからぜひぜひ、うん、でもなんか本当に楽しかったなっていう、あ、渋さんともう卒業式も最後っていう感じですね。でもそのリハーサルをほぼ1週間投資で会ったじゃないですか、うん、で毎日このメンバーと会って、うん、そのなんていうんですかね、より仲が深まったというか団結力が高まったなっていうのを日に日に感じていて、みんなのその3月19日にかける思いっていうのもすごい強くなって、私たち卒業生にも伝わりましたし、なんかそういうところで渋さんもなんかこれからもそのこういうなんていうんですかね、うん、こういうなんか続いていくんだなっていうのはすごく思ったので、私もこれからは OG として何か渋さんに貢献できることがあったらぜひしたいなって思っております。いいですね拍手出て拍手ありがとうございます、うん、いやだけど本当にあの景色はね、三好ちゃんが見せてくれたって言っても過言ではないぐらいな景色だったんで、僕らねスタッフがもすごいびっくりで、あとあんなにハッピーな空間ないなと思ったんですけど、もうやっぱりエンタメって生ですね、やっぱすごい時間ね、そう、はい、想定よりすごいやっぱやってしまったんですけど、それは一番面白かったのが、僕らスタッフ陣たちは三好ちゃん泣かないんじゃないと思ったらめっちゃ泣いてましたね、うん、はい、そうなんですよ、自分も泣かないかも私言ったもんね、思ってましたし、うん、でもなんか楽屋でその始まる前から泣いてる人とかみんないて、あとアンコール前に1回戻った時にもうなんかもう、うん、キャナイとかも泣いてましたし、はいはいはい、でユーユーとかも泣いてて、うん、在校生マッキーとかカリリンとかも、うん、でなんかそこでもらいましたね、もらい泣きで、はい、ちなみに僕なぜかノーニューヨーカーで泣いてました、本編の。なんでですか。いやなんかすごいこのなんかもうすごいハッピーな光景だなと思って、後ろから、はい、まあノーニューヨーカー先生と一番最初、うん、先生はもうずっと号泣してたんですけど、もう途中からずっと泣いてて、ね、僕はもうなんか逆にね桜とかの前になんかうわーっとなって、うん、あそこは結構サプライズもあったじゃないですか、いろいろ、はい、ハッピータイム、それでドキドキしだしちゃって、うん、てかあのサプライズめっちゃみんなびっくりしましたね、リアンとかも、はい、もうリアンとかカリリンとかすごい大成功でしたね、はい、うん、よかったです。いやじゃあちょっとお時間もあるんですけどね、継続も決まったし、三好ちゃんとも引き続き4月からまたねパワーアップしてね、はい、またなんか番組送りたいですね、うん、じゃあ最後お願いします。では4月以降も毎月第2週と第4週の木曜日の13時からここ渋谷でお会いできたら嬉しいです。それでは渋谷カルチャーデザインスタジオ、略してハッシュタグ渋カル、次回は4月13日木曜日13時からの放送になります。次回も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたしますのでお楽しみに。それではこの後今日も良い一日を、またね、ありがとうございました。